数表とは、特定の計算式あるいは関数について、独立変数を様々に変化させた場合の結果として、得られる、従属変数の数列を示した表である。代表的なものとして、常用対数表や三角関数表、疑似乱数表などがある。計算機が安価で手の届くものになる以前は、計算を簡略化し迅速に結果を求めるために用いられていた。一般に、 数表と呼ばれたものは関数電卓やコンピュータ以前は容易には計算できなかった初等関数や計算弱では精度が足りない10桁弱程度の対数の数表などである。単純な例としては整数の乗算に関する表などであろう。これは算数の授業でほとんどの人が知ることになる。7、8の結果を得たい場合、左端の列に書かれた7を探し、ついで 7の行を右へ進んで、8の列と交差するところで56という結果に、至るのを表にされることも多い。上記は、独立変数が2つの離散関数 z イコール、f イコール xy についての数表であるとも言える。アブラマウィッツステガンに掲載された、常用対数表の一部三角関数の表を最初に作成したのは、ヒッパルコスであると言われている。常用対数や、 真数の表は、常序山やべき上を高速に求めるために用いられた。特殊関数の数表は、現在でも用いられている。例えば、正規分布の累積分布関数値の数表は、教科書の間末付録などを中心に広く存在している。数学定数や物理定数の中には、数表中に、その近似値あるいは真値が現れるものもある。例えば、円周率 π について、 単イコール1であることから逆三角関数表のうち x イコール1における逆性説アーク単の値として π4 の近似値が出現する。対数の数表を特に対数表というが最初の対数表はネイピアにより1614年に完成、発表された。ネイピアの対数表自体には自然対数の底は含まれていなかったが後の時代に ネイピアスウーとして発見されることにつながった。19世紀に建造が計画された開社機関は多項式近似で関数値を計算し、機械的に数表の印刷原版を生成する特殊用途の計算機であった。これは人手で作成されていた対数表の計算ミスや印刷ミスによる誤りの多さが動機であったと言われている。第二次世界大戦中に 初期の電子計算機が開発されたのも、大砲の弾道に関する特殊な数表を作成することが目的の一つであった。大規模な計算では、大型計算機の発達により、さらに一般においても、関数電卓の普及後は、ほとんどの数表は使われなくなった。特殊な数表も主樹存在するが、転速工法に使う転速歴のように、明るいため識別の容易な惑星の、 研究上の位置を知るためのデータといったものも一種の数表と言えるだろう。他には乱数列を得るための乱数表といったものがある。数表を利用することはよく知られた高度最適化の手法であり、人手による計算だけでなく計算機を用いた場合でも有効に機能する。計算機においては、その都度計算を行うよりもルックアップテーブルを用いた方が高速である場合に数表が用いられる。 反復法などの初期値を数表から得るといった用法もある。また、三角関数の例では、価格計算などでは、任意の角度に対する高精度な計算が必要で、あるのに対し、ゲームなどでは64方向の量子化で足りるといった場合も多い。基本的にこの問題は、計算時間とメモリ容量とのトレードオフである。ただし、ハードウェアの技術進歩で見た場合に、 プロセッサの劇的な性能向上と比較してメモリアクセスの性能向上は遅いためルックアップテーブルによる最適化を行う場合にはメモリアクセスがボトルネックになる可能性を考察する必要があるテーブルが膨大でキャッシュメモリに乗り切らない場合はレジスタで都度計算した方が早くなることもあり得る数表とは引くことバンク計算機が普及する前のごくわずかな期間には 計算機によって作られた高品質な数表といったようなものが現れたが、すぐに需要がなくなり忘れられた存在となった。ハードウェアの性能が低かった時代のコンピュータゲームにおける即位では、そもそも三角関数は使わずにデジタル微分解析やブレゼンハームのアルゴリズムが用いられていた。ありがとうございます。